恩帝院は、中国、東大中期の詩人、字は卑怯、元の名脇、陽州、県の出身、本願は、大元軍危県。弟は、恩には明。子は、恩県。娘は、男性式の子の段安節の妻、最小の恩彦広の末裔にあたる。恩の子として生まれた、万頭期を代表する詩人の一人で、李松院と共に、恩里と呼ばれる。 しかし試験場で隣席の者の,のために死を作ってやったり、有利を飲み歩いて、警官と喧嘩をしたりするなど、軽率な行為が多く、過去には求大できなかった。最小の礼儀爪等の家に帰職したが、礼儀爪等を馬鹿にしたので、追い出された。大中十三年頃、特に召し出されて、試験を受けたが、長安で任官を待つ間、微行していた戦争に会い、天使と知らずにからかったので、 随県の県上に流された。上州市市の序将に招かれ、幕下に入ったこともあるが、満足せず、辞職して、高等の地方を放浪し、最後は冷落して死んだ。市風は、陸長時代の旧大使に近く、同年代の李昌院に比べて、やや大敗的。また、音程院の性格も、相まって、少々軽薄な、美しさがある。李昌院とともに、 宋代初期の西根体に強く影響を残している。現代には音比教師集休館が残っている。ありがとうございます。